はい、皆さんこんにちは。 AR愛卓球スタジオマサコーチです。エアマサのレクチャーを今日はしたいと思います。エア K というテニスプレーヤーの西口さんです。エア K という、それを私は卓球でやる、エアマサという名前を使ってですね、試合で頻繁に使わせていただいております。要は空中に飛んでそのまま振る、もちろんね、飛ぶ必要は一切ございません。しっかりと軸をまっすぐに遠心力を使ってスマッシュを打てることが一番です。これもパフォーマンスとして